さあ皆さん始まりました。今が7月と20日16時48分なんですけど、今日日経平均400円相当下落ですね。まあ半導体株中心にね、大きく下げてはね。逆に円安関連銘柄である自動車関連とかは、まあ上がったりもしてたんだけども、一応ね、日経平均に関しては、今のところまだ想定の範囲内での値動きです。はい。あの、これね、この1から5の波動は随分前から書いてるやつなんだけど、 前から想定している通りのそのね、動きを今のところしてるのかなという形ですよね。で、2番ね、ここが転換点だよっていうところを昨日皆さんに配信していた中で、今日ちょっと下がってきたので、とにもかくにもマーケットの状況のアップデート、ブレてるんでしていきましょう。で、僕に関して言うと、ちなみに2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナスになって毎年社長賞を取ったりとか、実務経験しっかりと積んできてるので、まあそこあたりを踏まえた上でこれからの話よかったら参考にしてもらえると嬉しいです。 皆さんよかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いしますよという下りの中で。さあやっていこうか、日経平均の分析。はい。まあ、あのー、今のところは、この線分上での動きが継続って形です。はい。一旦下がって、上がって、ボリバの中央線25日ラインで一旦頭取って、今日400円ぐらい下がって、 今またね、ちょっとその一目の上限、ここのラインが意識されてきているような相場になってるんだけども、この展開になってくるならば、一旦下向きに落ちやすくはなるんですよね。で、このパターンに関してはもうずーっと言い続けていて、で、今のところまだ想定の範囲内から、あの、出してはいないんですよ。要は想定外が起きてない状態なんです,ですよね。皆さんにとっても。 ねえ、ここのね、25日ラインを抜けてくるならばっていうところを、みんなにも話昨日話してたんだけども、まあ一番ね、あの、起こる確率の高いパターンに少しちょっとなってきてるという形かな。いろんなパターンがあるんですよね。ここから V 字で2番超えて上がってくるパターンであったりとか、今引いてるラインで。 ね、あのこういったふうに一旦下がって上がって下がっていくパターンであったりとか横横のボックス圏であったりとかあとはその,そのまま一直線にうズドンで下がっていくパターンとかいろいろあるんだけどもやっぱりその一目均衡表のこの雲ですよねこれが目の前に日足しの目の前にそり立ってるとこのパターンになる確率が若干他のパターンと比べれて高まるというところで下がってほしくないんだけどね上がってほしいんだけどね、まあ、ちょっと、まあ、そういうも とりあえず動いてるっていう状況かな。で、PR15 倍の日経平均の理論値が3万2635円。で、PR14.5 倍が3万1547円で、14倍が3万459円で悲形になってます。で、ストキャスティックスはまだ加熱気味のラインまでいってなくて、RSI はこの線分上、やっぱちょっと意識されてるかな。うん。で、MacD は下落トレンドを青のラインまた切り下がってきたんで、あのデッドクロスを形成してると。 いう状態まだあのちょっと目先ぶれてるよね。ぶ、う、れ、ん、てるよねって感じですよねで。昨日の日経平均の上昇に関してはその,前その前の日にやっぱりその日銀の上田さんが YCC の修正、まあ、日銀の金融緩和修正のところに関しては慎重に考えてるよとまだまだねそういった発言をして円安がドカンって加速して、はい ドル円が上がって日本株高っていうところにつながったんだけど、今日は円安なのに日本株上がってなかったんですよね。ちょっとそこがね、あの違和感はあるところである。日経平均直近やっぱし円安で上がってたから。はい。うーん。 どうなのかってとこっすよね。で、理論値のところとか、いろいろとその他データを見比べていくんだけども、まず見ていくのが日経平均の理論値の計算式ですね。で、これあの、7月の19日、今日のデータまだ出てないんですけど、日経平均の1株当たり利益が2175.66円。で、それかけることの PR15。はい。してもらうと32,635円で出てきます。 PR14 倍が3459円で、16倍が34811円ですよと。で、今意識されているのが、ま、15倍であったりとか、さっき言った、えっと、ここが14.5倍ですよね。PR。31547円。ここの、ま、レンジがね、ちょっと意識されているような形ではありますよね。で、なんでこれ PR11 倍から16倍の値段を、ま、出しているのかっていうのは、 あの、前から皆さんにも言ってるんだけども、日経平均でたい11、PR11 倍から16倍の日経平均の理論値の範囲内で動いてるんですよ。あの、過去の推移見てもですね、イレギュラーな数値ももちろんあるんだけど、なので、あの、そのレンジを幅広く取ってるという、まあ、そういった形ですね。で、理論値のこの求め方は、前から言ってる通り、日本、日経平均だけじゃなくて、個別銘柄の分析でも重要なんで、必ず覚えておいてください。PR かけることに EPS、一株与え利益で求められます。で、騰落でしオう。 ここに関してはフラット。はい、7月20日、当、えー、落レシオ25日、15日、10日、6日、すべてが、まあ、加熱も売,りや売られやすぎもないという状況ですね。えー、っとこれって倒落レシオって日常値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率から求められる指標で、120を超えると加熱気味、8を下回ると売られすぎなんだけども、全部これあの、両極端に動いてないので、今のところそのフラットですよね。どっちにも触れ,触れることができると。 いう形かな、うん、で海外勢がね、やっぱり売ってきてるかどうかですよね。で投資したい別売買動向が最新のデータが出てないんですよ。うん、今日に関してはね。だからあれなんだけども、うん、売ってきてるのかな、これ。じゃあちなみに今日の日経平均の上下に寄与したメガネ君それがどこだったのかっていうのも確認しましょう。上昇今日の1位がアステラス製薬。 まあ、0.61%上がって日経平均2円だけ押し上げてますよ。で、その下にスバルであったり、住友不動産、KDDI、日経みたいな、まあ、形であの、ここあたりが上がってると。で、逆に、下落してる銘柄が、1位、アドバンテスト、4.18%急落、ファーストリテイリング1.67%下げ、東京エレクトロン、テレモ CS、まあ、ここあたりが下がってる。半導体関連が全滅ですね、今日ね。またね。はい。一気にその、下げ幅拡大して、大きく、 を切り下げているような状況で、す。で、さっき言ったその自動車関連ですね、やっぱし円安進んでるので、日産であったりとか、まあ、トヨタは、まあ、あんま下がってないですよ、0.1%だけねで。スバル2%上がったりとか、ここあたりには資金が入ってるんですよ、円安関連銘柄にはね。だから、ここの見通しに関してはあれなんだけども、ただ、半導体株が弱すぎる。昨晩、アメリカの 半導体株数1%下がったもちろんあるんだけども今日全体的にアメリカの日本の半導体株押されてるわけですよね。首位の売買代金首位のレーザーテック今日5%相当急落またストキャー RSIMACD もなんかそのパッとしない、まあ、レンジ内での動きなのかなって感じもするんだけどまた下放ってきてるでしょ。でアドバンテスト。 まあ、ここもレ、マイナス4%ぐらい。はい、決算前に下げてきた。もうこれ決算じゃないと、あの、どっちにも触れられないっていう形かな。うん。ダイバージェス効果が出てるので、このライン割ってくると、あかんです。でも最終決算なんですよね。あのね、 ここも決算っていう不確定要素があるんで、あれなんだけども、ただテクニカル通りの考え方で言うならば、しの割れ抵抗ライン切り上がってるのに、SI、RSIMACD の下に抵抗ライン、あの、割れ抵抗ライン切り下がって、トレンドが弱まってるんですよ。で、RSI に関しては三角持ち合い形成してるでしょなので、下にライン、この下にライン割ってくると、スルスルスルって下に落ちやすいんですよね。で、三角持ち合いの最終到着点近いところで、まあ、ここで決算っていう形だから、最終まあ、ここでね、大きく。 あの、また大きく動いてくるのかなっていう感じもします。まあ、売り算多いんでね、ショートカバー直近入ってたんですけどね。で、あとその他の銘柄で言うならば、M3。はい。3.7%下落。もうこれも私決算で直近急落していたからだよね。うん。で、ファーストリテイリング。はい。1.6%下げ。前話していたラインでおりですね、ここもね。はい。こういった形で動いてます、今。あこういった形で、ね。 一旦下がって上がって、ボリバーの中央線25日ラインで頭取って下がって、一目の壁にぶつかりに行くような流れ。だからこのパターンになると、こういった動きしやすいんですよ。ちょっとその一目にぶつかってるので、下押し圧力は入りやすくなってちょ、直近のチャートパターンもぶっ壊してるよねっていう、そういった形かな。で、ここのパターンに関しては、 この動画を最後まで見てもらうとサムネイルが出てくると思うんですよ。で、うち爆撃戦略4っていうタイトルの動画を見てもらうと、その大きな急騰対局大相場の後に最後の最後に出てくる下落のパターンかな。期待値っていうかよく出現頻度の高いパターンの解説動画をアップしているので、それはね、よかったら理論武装のためにも見とってほしいかなっていうふうに思います。はい。だから全体的にここあたりも弱かったですよね。うーん。で、 ソシオネクスト。ここも1.9%下がってるわけでしょはい。ここもそのどん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 ずる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 、ねえ、下がっていっちゃってますよね。売り出し価格決定ラインか。そこ,こまで一旦その落ちてるような感じです。まあ、まだまだやっぱしそのしこりが多いと。信用取引での玉も買い玉も多かったんで、大きく下がって含み損を抱えてる人たちが一刻も早く売りたいという状況が依然として続いてるという形だと思います。 で、やっぱその、今日半導体株全般的に上手かったじゃないですか。一つ、あの、原因があるとするならば、ネットフリックスであったりとか、テスラの、あの、時間外の下げそこがあるかもしれないね。あのー、昨晩ね、発表されたネットフリックス。売上高が予想に届かずに、時間外で9%ぐらい急落してるんですよ。えー、っと、ネットフリックスの、 あの株がこれなんですけど、直近上がっていたところから出てきたのが、この中身だったんですね。えー、っと、売上高が失望すあの、誘ったと、第3四半期の売上高見通しも遅いに届かなかったという形で、情報が出てるんですよ、こんな形で。はい、もうちょっとその見たい人はね、あ後でまたお見せしますけど、下の方に行くと、売上高は前年同期2.7%の82億ドルと、市場層の83億ドルをし、 大幅に下回ったとか。時間外で9%下がってるわけでしょで、テスラも、時間外で4%ぐらい下がってるんですよ。テスラモーターズも。これですね。で、荒利益率がまたここもね、1%ぐらいかな下がったっていうところで、利益率の低下って、やっぱし投資家から嫌われやすいので、そこが嫌気されて今、時間外で下がってしまっている。だから、やっぱその、日本株の半導体、まあ、テック株ですよね。そこあたりが売られてしまったっていう、 原因でもあるのかなっていう感じはするんだけども、うん、ア壁ドンパターンですからね。日経平均がね。だから重要局面なんですよ。この2番のラインは。ここを抜けるか頭取って下がるかによって大きく値動き変わるので、ここは絶対超えなくちゃいけないところを下回ってきた、下がってきたっていうところをまた押して。ちょっと気持ち悪いよねってのはある。 押した,ただし、押したところはね、狙っていきたいんでね。タイミング、タイミングみたいな。あの、それはあのー買い場、あの、会話として、タイミング合わせていきたいなっていうふうに思うんですけど、はい。慎重に慎重に、今のところ僕も考えてます。慎重にね。じゃあ次、トピックス。ここはどうなのか。ここも一緒ですよね。はい。2番まで上がるのは、まあ、想定通りです。トピックス。今回、その、0.7%下がってるんですけど、 えっと、フィボナッチのこのレッドゾーン内で一旦頭取ってきて、一旦下がって、上がって、またその若干今日下がったって感じですね。まだ全部が全部ダメってわけじゃないけど、2番でちょっと頭取ってきてるっていうか、ま、揉んできてる状況。うん。リカバリーできるかどうか。で、マザーズ。ここ1.5%下落。はい、あの、ここもそうですよね。一目の壁上限のライン。これが目の前に反り立ってるので、 なので、あの、ここにぶつかると、下の方にスルスルスルって行きやすいんですよ。これね、夜のライブでも解説してたんだけど、基本的に抵抗ラインって、あの、水平じゃないですか。もしくは三角持ち合いみたいに若干斜めですよね。一目の、要はその、この抵抗ライン、緑のラインとか赤のラインあるじゃないですか。あの、この緑のエリアは雲って言うんですけど、これって、どっちかっていうと、 垂直じゃないですか。抵抗ライン。これが違うんですよね。あの、水平線であったりとか、あの、斜め切り上がり切り下がりのラインの抵抗ラインに関しては、やっぱりその、回避することはできるんですよ。状況によっては。ただし、こういった形で目の前に壁として反り立ってる、あの、垂直な、要は抵抗線に関しては、よほどの V 字回復をしないと、あの、抵抗ラインに突っ込んでっちゃって、やっぱし割っちゃうわけですよね。 で特に一目の上限下限のラインっていうのは抜けるためには普通の抵抗ライン以上のエネルギーが必要であって、しかもトレンドの転換ラインなんですよ。そういうところもひっくるめて、やっぱし、こうね、あの、目の前に壁があるっていうのはネガティブにらわれやすいのかなっていうあの感じがしますよね。 はい。じゃあ、ちなみに今日の日経平均と米国株の優位性確認しましょう。これ日経平均割ることの S&P500。分子が日経平均、分母が S&P500。上がると日経、日本株が優位。下落すると S&P500、米国株が優位なんだけども、上げたところからまた下がってきてるので、日本株よりも米国株の方が優勢です。まだ。日本株よりも米国株の方が優勢。で、200日ラインを試しに今日な形で下がってて、25日と50日ラインも デッドクロス組みそうだから、まだね、完璧に切り上がっていくようなパターンではないよね。ストーキャー、RSI、マックディーンも下向きでしょう。なので、日本株の優位性がまだ出てないというか、今日またね、あの、米国株有利に傾いてしまったんですね。まあ、レンジで横横で動いてるって言ったら、まあ、それまでなんだけども、ただ、米国株の方が日本株よりもいいよ。ましだよねっていう動きはしてる。最近この動き、もう先月末から明確に出てますからね。日本株は直近、あの、先月末。 6月と23日ぐらいまで強かったじゃないですか。で、そこからその日本株の株が、あの、日本、日経平均上がらなくなって米国株が上がれるようになってたでしょもうそれ全部円高になったからなんだけども、はい。ちょっと皆さんに質問なんだけど、円高に、円高の感応度の方がまだ高いのかな円安の感応度が、まだ完璧に出てないどっちかっていうと。 どう思いますそこあたり。今日円安と感応度なかったですもんね。通常、円安、日本株高、円高、日本株安で、えっとね、その流れが変わったのが、先月末なんですよね。えっと、これ。NS バイスとオレンジがドル円のチャートになるんですけど、まあ、この二つ連動してるっていうのは前から言ってる通りです。はい。連動して動いてる。こういった形でね。もうほぼほぼ一致してるじゃないですか。ラインが。 で、あのー、直近、円安の感能度が薄れたラインがあるんですよ、ここ。ここ。先月末、最終週。円安行っても日本株上がんないよねっていうパターンになってたわけですよ。ここでね。これ、あの、円安がなってるのに、日本株の優勢が高まるところが、どっちかっていうと、米国株優勢に傾いてきていた。だから、円安に対する感能度が薄れてて、逆に円高に対する感能度が高まってたんですよね。 で、今、またその、円安になってるんだけども、今、円安になってて、あの、連動して上がってくるはずと、この NS バイスが上がってないんですよ。ということは、円安に対する感応度がまたその外れてきてる。このチャートだけ見るとそうなんですよ。で、円高に対する感応度が、まだ高い時代が続いてるか。もうここあたりからね、6月23日から。そうなってくるならば、円買い、日本株売りのスイッチが入ってると。 いう形になりますよね円売り、日本株、円のショートかける日本株買いのコンビネーションが入ってないっていう価値。要はその、円のショートポジションっていうのが、直近めちゃめちゃ入ってるわけですよ。期間のネットポジションが投機的見るとね、投機的ネットポジションを見ると。円がめちゃめちゃショートで売られてるんですよ。で、その反面で日本株買われてるって流れなんですよ。で、あの外資がバン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 買ってたっていうのが、先月末まであったんだけども、それは逆回転してる このはあるよね。動きだけ見るとね、直近のね。えっ、ー、と、まあ、それはさて、さておき。えー、で、NT 倍率を見ると下がってるので、日経平均よりもトピックスへの強度の高い銘柄の方がパフォーマンス良くなってきてるね。あの、これ NT 倍率です。日経平均割ることのトピックス。上がると日経平均よりで、逆するとトピックス優位なんですよね。で、日経平均優位からトピックスへの強度の高い銘柄の方が優位という形になってる。まあ、自動車関連も上がっていたし、 今日、昨日上がっていた海運株もそんな下がってなかったんですよ。プラスなんですよ。どっちかっていうと。まあもちろんその上げたところから下がってたりしてるんだけども、プラスで着地してるんですよね。うん。プラスで着地してるんですよね。だから、あの時価総額の大きい銘柄の方がパフォーマンスが良かったので、日経平均への与度の高い銘柄よりもね。だから NT 倍率は下落してトピックス強度の高い銘柄に有利に動いてると。 で、マザーズが一番弱いという形ですよね。だから一番その市場の優位性で言うならば、日本株よりも米国株が強い。で、日本株の中ではトピックスが一番強くて日経マザーズという形で続くと、一番弱いのがマザーズだよねっていう形になってるかな。じゃあ、昨晩の米国株ニューヨークダウンの動きはどうなの上髭伸ばしてバンドューなんですよ。えっと、110ドルぐらい上がってます。一応ね。はい。110ドルぐらい。 しがボリンジャーバンドのプラス D シグマ上の青のラインに沿って上がる強烈なバンドオークを形成しているので、はい、今のところまだ上昇方向なんですよね RSI はまだ加熱済みでない、完璧に入ってきてないからもうちょっと行きそうな感じもするサンドピーク500は0.24%上昇ここも上昇方向にバンドオークなんだけどネットフリックス、テスラの,あの動きでちょっとその押されてくる可能性もあるかなって思ってます市場のファンシーに表す供出ビックス指数に関しては 13.8。MacD 13. は上昇トレンドを継続中。はい。上昇トレンドを継続中。だけど、米国株は上がってるよねっていうのは、あの、S、S&P500 のショートが大量に積まれてるからですよね、依然としてね。あの、ネットボスはまだ、あの、減ってはいるものの、ショートポジションがまだ結構積み上げられてるので、はい。 だから、マックディのゴールデンクロスの感動度は下がってますよ。で、ナスダック、0.03%上昇、即出はさっき言った通り1%下落という形かな。うん、今のところ0昨晩はね。ただ、今晩、ネットフリックスだよね。ネットフリックスとテスラの動き方次第だよね。サ P500 とかナスダックとかって、やっぱし GAFAM、um、プラス NVIDIA テスラの動きに大きくされされ左右されやすいじゃないですか。 時間総額のうち3割ぐらい抑えてるっていうところなんで、その6、7銘柄がね。だからあれなんだけども、あれなんだけども、で、えっと、中国型株は0.45%、アメリカのラッセル数は上がってますよ。GV バイリス。グロース株とバリュー株はどっちが優勢だったの昨晩。GV バイリスはまた下落ですね。 えっと、これ、サンドー500のグロース株指数あることのバリュー株指数。上がるとグロース株で、下落するとバリュー株指なんですけど、これ上げたところから下がってきているので、昨晩はグロースよりもバリュー株の方に若干資金が向かったよねっていう状況。グロース株が昨晩弱かったんですよね。全体感で言うとね。で、業種別の動き見ましょう。はい。下がってるセクター三3セクター。マテリアル、インフォメーションテクノロジーセクターに、工業セクター。で、逆に上がってるのが1位。不動産。 1.12%上昇。はい。で、ユーティリティであったりとか、あと生活必需品、エネルギーセクターとか、まあそんな感じですよね。テスラのイーロン・マスクさんの発言で、確か、あれですよね、世界経済、経済が破滅に向かうと思ったやあの次の日には、あのそれが回復している、めちゃめちゃな相場だっていう、そういったコメントがありましたよね。100番。あの、見てない人がいたら、よかったら調べてみとってほしいんだけども、まあまあそ、 銀行破綻が、レース破綻が起きてあの、気づいたら数日でも収まってますからね。まあ異常って言ったら異常っすよね、そこあたりはね。うん、アメリカの地銀、地銀とはいってもアメリカの銀行ですからね。まあまあ業種別で言うと不動産が一番強かったねって感じですよね。で、個別銘柄の動きを見ると、AT&T が8%急収、ベライゾン5%上げ、 リフト、クラウドストライク、セールスフォース、ここあたり強い。ハイテクも上がってるんですよ。インティーソフトウェアとか。で、銀行株が強くて、バンコオブアメリカ上昇方向にバンドウォークで2.7%上げでしょで、アマゾンも1.3%上げ、えっと、コカ・コーラも1.77%上げ、ウェルス・ファーゴン上昇方向にバンドウォーク、ターゲット、まあ、バンド幅狭いからね、これね。はい。で、逆に下がってる銘柄は、スナップ、ボーイング、 ボインミワイね、最近ね。マイクロソフトの今朝も近いので、そこに向かってちょっと動いてる感じかな。あ、ちょっとすいません。ちょっと喉の調子が悪くてからですね。申し訳ない。で、アドバンテストも、ちょっとその言って声いで下がってるんですよね。ここもね。で、アルファベット1.0%下げるでしょ で問題はやっぱりテスラであったりとかね、ネットフリックスがどうなるかってとこですよね。キャタピラー0.4%下げ、ジョンソンジョンソン。ペイパルはまあ上昇バンドオークでしょ強い。インテル、台湾セミコンダクター。これ時間中,時間中に、ね、来たもんですよ、ここがね。えっと台湾セミコンダクターが前年同期比23.3%減です。12益が今回。 このニュースも、その、場中にね、飛んできたんです、速報として。あ、すぐに速報出てきた瞬間に、みんなにリツイートしてから情報を共有してるんですけど、ツイッターのみんなさん、あの、まだフォローしてない人がいたら、フォローしとってくださいね。そっちの方で、なんかその、マーケットを動かす、動かすような速報とかなんか動きがあったら、そっちの方で、情報を配信してるので、YouTube だけ見てたらいいよっていうわけではないですから、僕のチャンネルは。YouTube、あとその、ツイッター、 あと、メンバーシップ内での勉強会、全部見て、あの、僕の考えを全て理解していただけるのかな、っていう風に思って作ってます、動画はね。はい。まあ、メンバーシップに関してはね、あの、人それぞれだと思うけど、入る、入らないに関しては。ただ、全て見てもらって、初めて、あれなのかな、っていう風には思ってます。まあ、とりあえず個別名柄こんな感じねアメリカは。 まだその全部が全部ダメってわけじゃない、銀行株特に強いからね、アメリカのね。うん。で、あのー、他の市場を見ると、中国マーケット、上海0.9%下落、あと深圳、中国版ナスダックも1%下げ、で、香港、ハンセンは小幅に反落中国株が若干崩れてる、ドイツ、ダックス0.1%上昇、小幅に上昇で、ユーロストックは小幅に反落かな。はい、あの、若干下がってるだけです。 ゼロコンマゼロ数パーセント。で、ビットコインは421万で若干上げてるけれども、ドル建てで言うと3万ドルを挟んだ展開が依然として続いてるよね。で、アメリカのリートは1.22%上がっていて、日本のリートも、まあ、グーグーってちょっと上がってきてますよっていう形です、今のところ。上がってきてる感じです。で、えっ、ー、と、その他のところ、あの、為替であったりは見るんだけど、 さっきそのドル円見たじゃないですか。139円の50銭台って。ユーロ円も156円なんですよね。まだこれ、いつかあと25日のゴールデンクロス形成見えてるんですよね。通常だったらこ、これ組むんだったらもうちょっといくかなと思うんだけど、えっと、これもし三角持ち合いになるんだったら61.8%戻しない。そこあたりだもんね。7ドル円。スイスフラン円。 円安で,しょで、ドル元ドルインデックス上昇っていうことは、ユーロドルが下がってる、上昇、バンドオーク、日柄調整ですね。一旦ボリマの中央線25日まで、ね。これちょっと押してくるかもしれない。ポンドル。ポンドルもそのバンドオーク終了後に、ボリマの中央線25日にめがめがけて下がっていく流れ。バックディレッドクロス組んでくるようにやったら、なおさらもうちょっと押すかなって感じがしますね。ここね、若干上がってるけどね。 コンド円も下向きで、こっちはその円高方向に若干ブレてる感じか。コモディティ。えー、っと、コモディティはどこや <laughs> コモディティはどこやあった。貴金属。WTI 原油は75.3ドル。まあ200日ラインで一旦理学の手は入ってますよね。毎回言ってるとこで,で、ドルシあの、金だよね。ゴールド。ゴールドが上がってんだよね。やっぱしね。安定資産である金が。アメリカの10年債利回りは、あの、低 中ドクターカッパーは下落ですよね。平均はまだ完璧ではない、見通しは。そうですね。なので、現状のマーケットの動き見たんですけど、今のところ想定内ですね。はい。別にその慌ててはいない。僕の動画見てる人やったら、ああ、でも前から言ってるた2番のところで一旦頭下げてきたなっていうふうに思ってる人が大半だと思います。はい。 もうあの今日のツイッターの皆さんからいただいているコメント見ても、まあ、想定通りの動きだから、そんなに慌ててませんよっていうコメントで溢れてたんで、そこはあれなんだけれども、ただ上げてほしいよね。上げてくれた方がね、あれだから僕に関してはもうその、資産の変動は今日あんまりなかったので、下げてもいないし上げてもいないみたいな、前日比、あの、横横みたいな感じかな。今日の結果に関しては、もう今日はもう、なんていうかな、 やる気なかったので、マーケットの動き見てからですね。はい。ちょっとその様子見てました。で、あの、他の仕事ちょっとしなくちゃいけないやつがあったんで、経理関係とかも、まあそっちもちょっとやってたんですけど、マーケット見ながら、あー、大きく下がってんな、半導体アべえなって思いながらやってましたね。うん。まあ、とりあえず、とりあえず、 ま、もうあの、月末近いし、来月相場、8月相場がもう近づいてきてるので、そこに向けての準備で行きましょう。もう7月相場は終わりなんで。はい。で、日銀のね、あの、修正とかも21日の CPI とか重要だよねとか言われてるし、そこあたりのデータを見てかないといけないでしょう。ま、いろいろとその、懸念、ね、ま、重要ベントが控えてるので、そこ通過してからかな。まあ、個別最後だとはもう最終的にはもう決算シーズンだから、決算のいいものは上がって、決算の悪いものは下がる。はい。 あの、株価は業績に収練していくので、もし、あの、押してくるようならば、この決算のタイミングで、いいものを選別していきましょう。あの、銘柄の選別方法は過去の動画でも上げてるし、あの、売上高で営業利益率の問題であったりとか、いろいろその、業、セグメント別の、あの、地域別であったり、業者、あの、部門別の見方であったりとか、そこあたりのやり方、過去に動画として上げてますんで、分析の仕方とかね。 はい、よかったらそれ参考にしてみてください。で、アメリカ株に関しては、Flix, ス e s l 次第。まあ、どちらにしても今晩めっちゃ重要だよね。ネットフリックス、テスラ、急落してくるのかな急落してくると、ちょっと、まあ、マーケットの動きね、鈍らせる可能性もあるので、ま、た今晩そのライブ21時30分からしますから、皆さん、あの、21時30分、必ず終了、集合でよろしくお願いします。あと、最後に、あの、よかったら、 動画のコメント欄に皆さんコメント何でもいいので残しておいてもらえるとすごい嬉しいのでよろしくお願いします。昨日ね、あのコメントありすぎて皆さんのコメント返しきれてないんですよ。返せてないんですよ、全然。とりあえずそのいいね押したんですけど全部見させてもらって、ね。皆さんのコメント本当にありがたいし、あのしっかりと読ませてもらっているので一つ一つですね。あの皆さん本当にあれご協力いただきましてありがとうございました。あとはその夜のライブ配信もよかったら、あの21時30分から集合してもらえたらと思うんで。 というわけで皆さん今日も一日お疲れ様でした。撤収お疲れ様です